ああなんかメヘラから来てる、うん、何どうしたの一応顔出して、えー、顔出ししてちょっと一回何の用言ったお前はあもう<ー>どうしたの気持ち悪いな何回も連絡してきやがって <laughs> 何 あ皆さんこれはですねちょっとすいませんあの YouTube の皆さんすいません多分流れ分かってないと思うんですが最近僕にあのつきまとっているメンヘラストーカー女でございましてでこの方今なんか喋り方おかしいしなんかいきなりベロ出すじゃないですかこれはなんかあの精神病でうわーってなるんですよ発狂するじゃないですか精神病の人って大体でそれを抑えるために精神科で 強めの薬を打ったんですよ。そしたらですね、ロレツが回らなくなるらしくて強い薬だから麻痺しちゃうんですよ。で、喋れなくなったらしいです。ですよね。うん。<laughs> で、喋なんでちょっとな,な,なんだ私。ちょっとなんだな。やばいだろ <laughs> <で>で違う。で、じゃあのすいません、喋 <laughs> れないのにって俺と何の話すんの？ズンズ。何？ズンズ。メンブレ？うん。 メンタルブレイクうん<や>それでなんなのむずっ,っちゃったはいむずっちゃった <laughs> いや意味わかんないからいんないでほんに何言ってる誰か翻訳<え>ちょ誰かドラえもんドラえもん呼んできて <laughs> しっかりないだから俺,俺に何をしてほしいのとにかくめんつってえめんつって メンタルケア <laughs> うん。<ス>メンタルちょ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 何何何腹かくなよいきなり。マジやめて今 YouTube だからガチでお前。考えろお前マジでほんとに。クソ。はいブー<ス>はあ <laughs> 何何何今ブしか言ってないじゃん。ブツツキツツツうん。メンタルケアね。うん。あのー、よしよし。<ス> もう何マジめんどくさいよお前何俺大悟じゃねえからメンタルリストの <laughs> うん、うん、まあでもでな何があってメンタルブレイクしてるわけじゃあそもそも原因はなはやり捨て、うん、<laughs> やり捨てされたの、うん、そらそうやろ誰がこいつと付き合うんだよ <laughs> <laughs> <ょ> いや、誰がこんな力士と付き合うんだよ。お前ふざけんなよ。何。うん、だから、まあ、とにかく痩せろ。もうずっとずっと。十キロ太った。痩せたんや。それ、十キロ痩せて、それなんや。だめ、うん、だって、じゃあ、あと二十キロ痩せないと、だって、もう女にならないよ、君は。<で>今もう恭<で>一郎ルート入ってる、恭一郎出掛けルート入ってるからね。なんで。何でもだよ。 だから努力しないとダメなんだって結局。いやしてないよそれはまだ。髪の毛もさなんかあのー、汚い中国の皮みたいな色してるしよお前ゴミがいっぱい浮いてる皮。<laughs> 中国のや汚染されたお前。<laughs> 入ったら病気になるやつ。何さんなさ黒髪にしたらっていうか多分黒髪の方が似合うよ。<て>あ普通まあと茶髪かな。 とりあえずその色ないってマジそれ見してうてっぺんうわうわうわわわ何それうわうわうわわもう赤レンガ倉庫やこれマジで赤レンガ倉庫かあのティラミスの粉だけ頭にかけられた女みたいな <laughs> 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 これティラミスの粉かけられた女だろこれ嫌がらせで <laughs> <laughs> 出てけこいつっつってズンズ何もうわかんないから何もう嫌がらす<で>んん リスナーはうんなんでリスナーはうんうんつまはいつまずくリスナーはなちょ誰かコメントつづくもうわからないです何言ってるかマジでガチでなんでリスナーはブスってうん言うんだってうんあそういうことねうん例えば じゃさんまさんが外歩いてたら「さんまだ」って言うでしょじゃあブスが外歩いてな何て言うのじゃあもういいかなそろそろ。メイクしたら何可愛くなんのメイクしたら。じゃあメイクしたら電話かけてきてじゃあ。いやエロい服着んなよマジでお前。オッケーオッケーじゃあメイクしたらかけてきてさあ一体この妖怪がどんな感じにね。 可愛くなるのか見ていいいきたいと思います普通に話せないいや、話せない人いるよ、でも、こういう風になんか。あとはなんか、中毒者だとなんかね、喉カラッカラなんてこうやってベロ出すやつとかいるけど、多分それではないと思うしね。ベロリンガ <laughs>。はい、これあの、コレリスのベロリンガちゃんです。とんでもないね。いや、でもすごいよね。なんかさ、俺、配信やって思うんだけどさ、俺のところぐらいじゃないこんなようわかんないのがさ、定期的に湧いてくんの。普通の人はだって絡まないしさ、こんな人と。 なんか俺、おもろいなって思ってネットだって、こんなのさ、リアルでさ、なかなか遭遇しないよ。俺のポケモンの世界だと、常になんか草むらハイと伝説のポケモンがなんかマッチングするみたいな。毎回伝説のポケモンみたいな。もうレアポケしか出んみたいな。最近、まともな人と俺通話した覚えないもん。こんな変なやつばっかとしか通話してないからさ、まともな人いるんかなって,思って。常になんか伝説出てくるよ。エンテイ、スイコン、ライコン、即出てくるみたいな。 101万道路で出てくるから、俺の場合。ほんで。こんなんおらんよ普通に生きてたら。俺だってネットやる前はこんなん見たこともないし。<music> 化粧のベロリンがみんな忘れてるから、ベロリンが。さすがに化粧さしといて放置はないでしょ。<laughs> なんで出ないんだよ、もうこいつ。なんでワン,ワンクッションで出ないのいや、ベロリンがちょっと早く。あ,あ、ベロリンが痛い痛いな、ベロリンが。ベロリンが、あ,あ、顔出して、はよ、はよー。フッツフ もう時間ないからあおおえぐいてー何も変わっとらんてーってかなんかバババアバっぽくなったら逆にもっとえぐいてー <laughs> えぐいてーねえもうそのさ際どい服やめてくれる肩だしお前さっき中学生がさ肩出しの空気で炎上したとか言ってたやんけよお前お前もう炎上するわお前怖い怖い怖い本当にでおーなんだなんだおーおお すごいすごい。じゃあちょっとかわいい顔してもらって。うん。えぐいて <laughs> わざわざ化粧さしたのに、通話時間約1分 <laughs>。えぐいてもう、なんなんこれ。ノーブラだったらよくわかってんな。そう、危なかったからもう切ったわちょっと。マジで危ないわ、もうあの服装。よくわかっとんな。ノーブラでこいつ確かアイカップやで。アイカップ。めちゃくちゃでけえから。 何このベロリンがもう一回チャンスをくれ着替えてくるってなんかもうちょっとパワーアップするらしい化粧も変えてくる <laughs> ベロリンが化粧して服も変えてニューベロリンガになったでメガシンガしたってよお,おはい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 ねいは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 いポーズしてよ切らないはいい いや切らないからいいからマジガチで死なガチで<図>じゃあもう切ったら死ぬ<図>切ったら死ぬからガチで可愛いポーズしてマジ一<図>回一回可愛いポーズしてじゃあい,やいいから回そのさ服伸ばすのマジやめろってお前ほんと怖いからえっ何なのマジでいいか可愛いいポーズしてよ可愛いポーズしてえぐいて <laughs> もうほんまイラつくなん <laughs> なの危ないからなんか